て、今日は浜名湖ですね。浜名湖の東側になります。風きつい。今日はどうしようかな、どうしようかなっていうか、自分も知らなかったんですけどね、まあ、静岡西部に住みながら、なんか飛行機が置いてあるっていうことで、それをね見に行きたいんですけど、飛行機が置いてる言っても、なんだろうあれ、よくわからんだよね。なんか映画のセットで使われた、あー浜名湖ガーデンパークが、あら締め切り、これ休むんや、こういうとこ。あれ地図見んと分からへんねんな、なんか変なとこに飛行機がポコって置いてあんねんな、なんやろ。一回ちょっと止めて地図見ましょうかね。わあ富士山、富士山、わー綺麗、綺麗な、このカメラで捉えてへんやろな、厳しいやろな。わあこんなとこあるんや、知らなんだな。はい、俺はゆっくり走りたいねんで、写真見た限りは広場にポコーンと掘ってある感じやけど、いやーそれが今もあんのかどうか。浜名湖大橋、お寺かな、お寺っぽい。こんな感じのお寺もあんねんな、知らんかったや。浜湯大橋の方向なんですよね。あ、これがあれか、あーなるほど、ははーなるほど。いやー知らなんだな、知らなんだな、この道でも初めて通るな。おやおや、どっちかな、浜湯を昭和町方向、おどっちや、いやわからんな。ちょっと左行くか、左行きます。あーあった、あれのことか。はあ何や、これか、ちょっと見せてもらおうよ。あの車はどうやって入ったんや。これ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 、すごくない？思ったよりでかいね。